国各都道府県から地元の意地と誇り、そしてファンの思いを背に各選手走ってきました。ボートレース三国 G2 第2回全国ボートレース甲子園残すはシリーズの頂上決戦優勝戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇兵庫県代表吉川元博、2号艇石川県代表今垣幸太郎、3号艇佐賀県代表峰竜太、4号艇福井県代表萩原秀人、5号艇徳島県代表田村貴信、6号艇福岡県代表宇龍正義、以上のメンバーです。ゆっくりとインコースに構えていくのは1号艇吉川元博です。三国では昨年周年競争優勝、相性抜群の舞台で全国制覇を成し遂げます。2コース2号艇今垣幸太郎は連覇に向けてはあと1勝、ガッパになって走り切ります。3コースは3号艇峰竜太、佐賀が生んだボート界を代表する花形レーサーはここも走りでファンを魅了します。4コース角に4号艇萩原秀人は選手宣誓も務め地元代表として挑んだ大会、準優のリベンジを誓います。5コース5号艇田村貴信、渦潮のように縦を飲み込み圧巻の走りをここでも見せます。6コースは6号艇宇龍正義、白星こそないものの船券絡みの走り、目指すは優勝、逆転ホームラン水上で放ちます。3対3枠番通り進入インから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇峰がトップスタート、2号艇の今垣もいいスタートを切っています。一周一マーク、まずはインから逃げ体勢、1号艇の吉川、2号艇今垣の差しにまくり出す3号艇の峰、内からは4号艇の萩原が続いていきます。トップ争い1号艇吉川を内から捉えた3号艇の峰、その後ろは2号艇今垣3番手、4号艇の萩原4番手で、後方は6号艇と5号艇が並んでいます。スタートは正常でした。一周二マーク、最内2号艇今垣接近も3号艇峰が先前、内から差し返す1号艇吉川、4号艇の萩原が続いていきます。トップ争い3号艇の峰、内から再びへさけをかけようとする1号艇吉川も振り切った3号艇峰が先頭、3番手は4号艇萩原、その後ろは2号艇今垣続いて、後方5号艇6号艇2周1マーク、先頭3号艇峰竜太、1号艇吉川2番手、切り返して前を追う2号艇今垣、握っていくのは4号艇萩原、2番手は1号艇の吉川がリードを広げて、3番手は4号艇萩原優勢、現在の上位体系は3番1番4番の体勢、2号艇今垣4番手、後方6号艇宇龍、5号艇田村の順で2周2マークに入ります。先頭は3号艇峰竜太、1号艇吉川元博2番手、4号艇萩原に打ち迫った2号艇今垣をかわしています。3番手は4号艇萩原、上位体系動きなく314の体勢でホームストレッチに戻ってきています。離れて2号艇今垣4番手、6号艇宇龍、5号艇田村最高峰で最終周回です。3号艇峰竜太が先頭、1号艇吉川2番手、3番手は4号艇萩原が守りきって314の体勢でバックストレッチから最終ターンマークに向かっていきます。準優戦では今大会初白星、お祭り男が連勝ゴールのガバイ旋風で水上の甲子園全国制覇を成し遂げます。今年これが10度目、通算では73度目の優勝に向かって最終ターンマークをクリア。1号艇吉川2番手、3番手は4号艇萩原がどうやら守りきって上位体系314第12レース優勝戦ゴール。先頭優勝3番峰竜太が5輪、2番手1番吉川5輪、3番手4番萩原5輪、2番今垣、6番宇龍、ラスト5番田村が5輪です。優勝戦第12レースの確定をお知らせいたします。1着